お疲れちゃんスラッドです。今日はですね、なんと世界大会で視聴率の高かったアーノデッキをねやっていきたいと思います。さあこちらディガーロケット削りでございます。なんとね、まあ、昨日から世界大会が始まったわけですけども、まあ、今日もねこの動画上がった後、まあ、夜10時から、またあるのでちょっと皆様見ていただきたいんですけども、ですね、その世界大会で何回だろうね、まあ、2、3回ぐらい使われてましたね。まさかの、そう、この、守ってロケで削るよというのをね、世界の舞台でやってる選手も、まあ、ちらほらいましたので、ちょっとそれをね、今日は僕がやっていきたいと思いやす。さあ、で、レシピの枠は、ファイスピでもいいですね。まあ、世界大会だとファイスピの方が多かったんですけども、まあ、ファイスピだと攻めが強い。レシピだと防衛が強い。まあ、そんな感じですかね。はい。ということで、やっていきましょう。いや、世界大会やばい。マジで。今、世界大会前に、2日目。今、昨日デイ1終わって、今日デイ2で、ラスト、明日、デイ3があるんですけども、いや、マジ、デイ1でも、ね、見た方も多いと思うんですけど、まあ、あんまネタバレになるんで、いや、見てないよって方は、もう、今日の動画ここで閉じるか、はい、スキップしてもらいたいんですけども、そう、マジで、KK とか麦とかね、日本、パンドラか、日本だと3人世界大会今回出てて、一応ね、最後勝ち残ってるのは、今、まあ、初戦突破したのは、まあ、麦ケケというとこで、しかも初戦の相手もね、ケケの間ライトとか、まあ、麦の相手もめっちゃ強いね。有名どこだったりとかで、めちゃくちゃもう怖かった。めちゃくちゃ怖かった。いや、マジで。いや、もうさすがにすごすぎてね、おじちゃんすぎてもう、感動しすぎましたね。マジで。いや、本当に嬉しかったなぁ。それはまあ、まだまだ続くんですけど、全然優勝したとかではないんですけど。一回戦勝ってくれるだけでももうなんか、嬉しすぎて。そう、もうずっとこう、頭の隅っこでね、その勝ってるシーンとか無限ループされてるっすわ。やばい。ガゴやだ。いや、マジでね、引き続きね、まあ、デイ2、デイ3もね、ちょっとみんなで応援してね。日本勢が今年も優勝するの見たいっすね。去年はね、麦が優勝で、今年は麦の2連覇なのか、それとも KK がね麦の後を継いで勝つのかっていう、ちょっと見たいな。絶対勝ち進んだら日本人同士で当たるマッチングが1回あるんですよね。そう、 KK と麦が準決ぐらいかな。そう、絶対当たっちゃうので、それはそれでちょっと辛いんですけども、まあ、世界の舞台で麦と KK のね、元チームメイト同士だし、クランとかも同じだし、もうずっと仲良しのね、そこ二人の、世界の舞台での、もう、ただただ本気のぶつかり合いを見たいですね、麦聞きの。うん。想像するだけでエモいっすよね。ね、麦聞き。さあ、というわけで、私はね、昨日そんな試合に感化されたことによって、まあやっぱトロ上げするじゃないですか、誰でも。普通あんな試合見た後、絶対俺強えじゃん、いや負けるわけねえやんつってトロ200とかしたっすね、朝4時ぐらいに。つれえ。いや、その溶かしたトロを今取り返します。なんでロイジャイホグ、ちょっとめんどくさいの言ったっすね。インフィはどっちにもガゴミンだ。いや、ワンチャンでロケ打たなくてよかったかな。さあ、やば、いや、マジでずるい。絶対来るぞ。さあ、インフェ先置き最強。ザップもあったんだっけ、この人の。やべえ。いや、危ねえ。これ耐えたらでかすぎ。
やばい。あぶねえよ。いやまだ参るぞ。耐えろ。世界大会だぞ。耐えろ。うわこっちに行くんだ。やめて、ガゴムレでブロックできねえやろ。あぶねえ。いやマジでこんなデッキをみんなねステージに立ってよ、負けたら終わりじゃないけど、一応ルーザーズがあるけど、もう負けれない舞台で使ってんのよ。ヒヤヒヤすんな。やばいね。ねえ度胸がちげえ。いや世界大会マジでね、ちょ面白すぎてやばいね。そう1日目でまあやっぱこうめちゃいろんなねいい試合があって、それこそね KK がライト倒すだとか、あとはね HP マジで2差でなんか勝つだとか、そのもう奇跡の試合とかもいろいろあったんですけど、そのなんかちょっとおもろかったのが、なんかお互いになんて言うんだろう、とねどこだっけ、具体的に言った方が嬉しいな。パンドラ VS エアサーファーの試合があって、で KK VS ライトの試合があったんですよ。でその負けた方同士が試合するんだったんですけど、いや KK はライトを倒したんですよね。そうでアチャクイロイフグで倒したんですよ。そうアチャクイロイフグを、まあ、2回のうち1回使って勝って、まあドゥレルかね。でエアサーファー VS パンドラで、エアサーファーはこのロケット削りを使ってたんですよ。でこのロケット削りでパンドラを倒したんですよ。そう、そしたらだからライトはロイホグに負けた、でパンドラはディガロケに負けたんですよ。そしたらその次のライト VS パンドラで、もうお互いがその、あさっき君ロケット削りに負けたんだよねって、今度ライトがこのディガロケを使ってパンドラに、お前さっきこのままデッキに負けたろっつって、こう何負けタタロデッキぶつけてくる。逆にパンドラはライターねロイフグに負けたから、あロイフグきついんだよね君みたいな、ロイフグどうっつってパンドラがロイフグ使っていくライトにみたいな。しかもめっちゃ目の前なんですよ、その選手たちの距離はバカ近いから、いややばっと思って、ゴリゴリなんか、まあ、喧嘩っていうか、なんもうやりにいってる感がえぐかったですね。マジでなんて言うんだろうな、むずいけども、人間味が溢れ出てたっすよね。怖かったもん、なんか、いやお前その距離でえぐいことしとるやんつってね。クララってこう映像だけで見るとそんなね、こうもう本当にシンプルな戦いですけど、オフで目の前に相手をって思う。そんなんで煽りスタンプで送ったらもういかれるぜと思いながら、もう送ってなかったですけど、なんかそういうのもあんだなと思って、いかつい試合をなんか見ましたね。お互いが負けたデッキを使いよう。やべえ、そのおば。耐えてくれよーって、えやばかった、無理じゃない。これはどうなんだ。いやでもインフェでラバーを溶かせるんですけどね。いやホバトスケドラきつめでしたね。いやこれはねちょっとまだ早かったな俺には。いやもうワンチャンが出そうではあったね、ワンチャンが出そうですけど、さすがにきついかな、さすがにきつい。なんか前はねファイスピの火力がすごい高かったんで、デリバリーとファイスピでね、ホバリング掘りとか、ホバリング処理とか、スケドラ処理ができたんですけど、それができないのがやっぱ辛いですね。
そうそう、まあラバルでもそんないるわけじゃないんでね。そうそうそう、ラバルだったらバルーンにね、ロケ打ってインフェで守ってっつってまああるんで、まあラバルはちょっと、ね、きついね。たまたまきちいの引いたっすね。そうやっぱどんだけ上手い選手でもね、負けることはありますからね。世界大会とか見ててもね、え、あやっぱそれきついんやみたいな、逆に上手い選手はえそれ勝つみたいなのもあるんで、それはおもろいっすよね。もう僕らが思ってるもう領域じゃないですからね、やってることが。そうそうそう、またライトとかでもね、なんか初戦はというか、なんか全体的にあれみたいな、なんていうの、普通だったんですよ、ちょいちょい。で負けた後に、いやお前異次元すぎやろみたいなプレーしてて、負けてからエンジンかかってました。そう、王の目覚めは遅いようで、今日も楽しみだな、マジ。まあどれだけね安定したプレーができるか、いつも通りのプレーができるか、いつも通りの水準が高いか。さあ、ラバかな、なんか多いな、いやロイか、なんだこれ、メガゴハンダなんだこれ、マジなんかジャイホリ、この時代に、いやマジでなんか珍しいの引いてんぞ、マジでなんないのこれ、やめて、いや痛いんですよねハンター入ると、危ね、いやマジで珍しいデッキ引いてる、何これ、メガハンターリガーって何、いやジャイっすねこれ、ガチで絶対ジャイ掘りだ、うわやば、いや渋すぎるやろこれ、さすがにマジで結構渋いの引いたっすね、相手ジャイも出してこないし、マジで夏すぎるデッキっすねこれ、いつの時代だよっていうデッキだ、あそれでけえ、いや残るかな、いやマジでこれディガーがやばいんで、今のディガーやってくれるのマジでかいっす、あぶね、いやマジディガー拾わないといけないっすね、拾えないっすよね、えぐすぎるこれは、サンスペジャイホリ、おーなんでこんなに引いてる、やば、俺のダコプリか、おお耐える、うおーやっばやっばやっばま、えぐくないこれね、ガチキツだよこんなん、いやマジでこれすごいな、なんかタイムリープしてんな、すげえ時代に、ほんと4年ぐらい前、クララ主義のデッキだ、ジャイホリっすね、しかもハンター達戦メガゴっていう、あのね名前なんだったかな、メタルボンドだったっけ、多分ね分かる人多分あんまりない、ヤキちゃんも分かんねえな、ケンツとケイケイグレーなら多分分かるんですけど、メタルボンドっていう、そうめちゃくちゃ昔のジャイサンスペディガーのプロみたいな、いやそのデッキっすね、やばすぎー、いやギリ勝ちっすね、いや怖すぎるな、
いやでもね、これをステージでやってるのマジで楽しいだろうな。この気持ちいいっすよ、こんなんで勝ったらね。焚き火が止まんねえっすよね。さあ、ああなんかよく当たんな、ゴルナイか、なんだこれは。さあ、なんていうの、一回一体なんでしょう。あエレジャイ、めちゃんこエレジャイだな。あ今もうちょっといいウッドデッキだったら。さあエレジャイっすね。まあエレジャイはさすがにちょっと勝ちたい。うん、勝ちたいっすよね。まあロケ打っていいんじゃないかな。あちゃくいがやばいな、これあちゃく来たら終わりっす。冷静に終わる。あと真ん中ダッククリとかも嫌っす。で持ってねえダメですね。さあエレジャイダッククリ、ダッククリってエレジャイゴルナインドか、ゴルナインドファイスピ取るね。ライトボンか。いやファイスピボンちょっと、あこれロケ打った方がいいっすね。打った方がいい、打った方がいい、それ絶対。マジ100ゼロで打った方が良かったな。インドラ危ないっすねこのデッキ普通に。まあ D が入ってんでええか。いやあれもでも打った方がいいっすね。打たなきゃ暇になっちゃうんだね。結局守って削って、守りながら削って、これボンにも当たってほしいね。うん、うん、やべえ、え？言うて一定が生きた方、あもうちょいいいボーイ絶対あったっすね。いいフェ延命しなきゃいけないっすね。あれ分かっててもできないんですけど、よし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 、耐えろ耐えるんだ、打ってこう、打ってくぞー。怖えよーマジで、怖すぎる。俺が嫌だな。あ強い強い、痛すぎ。さあいやこれどうなんだろうな。多分俺エレジャイ右にケツされたらケツにロケ合わせた方がいいっすね多分。じゃなきゃきつい気がした。エレジャイが解けなかった。エレジャイ嫌い、マジでゴレダクねに次ぐ嫌いです。許せません。さあフェノフェルホームあれやん、あのロイ・ジェイ・スパーキーホグだよ。そんなことある、ガゴムレ君ね。マジ俺多分同じやつかな、2アカ別アカできたリベンジマッチ。あーマジそうだな、きつっ。またすんのこれ。メガゴガールでも今回
ちょっと違うです。いやー悪くなさ、これ受けないんじゃない。バーバー、イカチのあった。さあババコグムレ、もうやだー、こういうのさすがにこれ受けれない。いやマジ守るしかねえんだよな。でもおお、許容の許。でルート強制できると思ってたんですよね。甘えた。いや受けない、でかい、でかい、もうお互い殴り合い。殴り合いすぎてやばい。これが男の許容。号泣、号泣いくつか。おいさかっ、いやマジで怖いっすねこのデッキ。でもいやマジでも楽しいのはねちょっと間違いないんで、皆さんもぜひねこのディガロクをねやってみてください。ということで全然ネットロ上がんなかったんですけど、まあ引き続きねちょっとね皆さんでね世界大会日本人選手応援しつつね僕らもね楽しみましょう。ではお疲れちゃんです。またね。